で、ニコニコの上の放送者コメントのところに問題を常に表示しているので、問題見たいという方はニコニコの方にアクセスしていただければなというふうに思います。で、水平思考をどうやってトレーニングしていくかってことなんですけど、ルール簡単です。ルールはコメントで質問を送るだけです。今からですね、まあ、前提と最後の、画面の主張がすごい一番最初の設定と一番最後だけを皆さんにお伝えします。まあその間がですね、一見不思議に見えるんですけど、ちゃんと論理だって説明することができます。例えば、ちょっと突飛な例ですけど、風が吹けば桶屋が儲かるってあるじゃないですか。話入ってこなくなる概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。